今日はねちょっと与野駅から若干歩いてまして、まあラーメン屋さん行こうかなと。ここ有名だけどね、ここ行かないんだよね、俺つけ麺嫌いだから。今日行くのはね家系ラーメンでね、まあそこの人がね修行したお店は俺食いったことあるから、まあ修行先とどんな感じで味が違うのかなと思って見てみようかなと思います。ヤンキーチックだねこの看板はね。ましたけどね、久しぶりにね家系ラーメン食べたんだけど、こんなにしょ、まあでも塩味は強いよな。でも見た目がねあんまりこう白っぽくなくて茶色い、だからやっぱり醤油だれが結構多いんだと思うんだけど、まあその醤油だれが意外とそこまでしつこくなくて美味しくて良かったです。でね麺はやっぱりどっちかっていうとポキポキ系かな、ポキポキ系。でもまあ麺量少なかったけど、お腹空いてる人は大盛りがいいかなと思います。ビールも冷えたし良かったです、美味しかったです、ごちそうさまです。